簡単に言うと、まあ、こういう、こう学力って二層構造になってて、基盤の力っていう、こう字とか、まあ、計算みたいなことっていうのはある程度できた方がいいよねって、 できなきゃ話にならないみたいな、そこよりももう動物にすごく集中するとか虫にガーいってるみたいな、あの時間の方が後々武器になるものになる、ね、まあ、これは今非認知能力とまさに言われてることなんですけど、例えば T 先生なんかはこの感性を僕すごいするちょっとひときわ高いみたいな、でこういうものを武器持ってると、あの世の中から必要とされるし仕事もある、僕はもうあんな言葉ある前からこう人間の本質ではそっちだなっていう、こうすごい集中とか絶対やり遂げるとか、あのなんていうかな、やっぱりパッと感じる心っていうのかな、でそういうものはなんかちっちゃい頃決まっちゃってんなみたいなことが僕はもう全学年教えて思って、まあ、ここはプロなんではっきり言うとですね、幼稚園から小学校、まあ、保育園から小学校入る時点ではひらがなが一通り読めて、で自分の名前がちゃんと書ければ、あトップの大学行ってます。17だから関係ないな、そこは誤解のないように、それより積み上がってちょっと上のができてもマイナスでは別にないです。でも浮かれないでください、そんなものはどうせ追いつかれるものであって、だそっちの方がよっぽど後々大事っていうのは、まあ、ずっと言ってください。明らかに子どもの目が輝いてないのであればあのアウトだし、うわーは泣いても見せるけど、あ生き生きしてんなと思ったら動いてる時はとか、そうすると大丈夫だなとか、うん、そんな感じです。何のために習わせてるかじゃないですか結局、うん、なんか例えばですよ、例えばじゃあそのピアノの話で言えば、もう絶対に世界的なピアニストにしたいんだとかって言って、それになるためにはもうその先生ぐらいしか見当たらないっていうんだったら、じゃあそこにどう楽しく通えるようにするか考えたらいいと思うんですけど、なんか別にそうじゃなくて、ただなんとなくピアノっていうだけだったら別にその先生じゃなくてもいいわけであって、だから目的をどこに置くかじゃないですかね、はい、うん、それはすごく大事な指摘で、もう結構となんかどうせ正解はないんですよね。あとはもう信念と哲学と決意だけだから、うちはもう絶対ピアニストにしたいんだって言っていけるところまで思ってるんだったら、その厳しいところもあるし、あもう本当にお気楽にダララんってやれりゃそんなもんでいいやぐらいだったらもうどこだっていいしみたいな、うん、なんか僕から逆に高間先生にこの関連で聞きたいんですけど、うん、子供がじゃあ例えば自分でママピアノやりたいって言ってやり始めました、うんうんうん、でその1ヶ月後ぐらいにママもうピアノじゃなくてバレエがいいってなった場合ってどうお考えですか、うんうん、まあそれもどっちもありなんだけど、子供がこれやりたいって言って次々っていうのは、まあ、あんまり推奨はしないんですけどね、うん、どっちかっていうとお稽古事ってその親がある程度いっぱいある中で空手と水泳とピアノと花丸だけは絶対やらせたいみたいな、なんかそのある程度は決めることだと思うんですよね。やっぱりさっき言った親の哲学とかこう決意というか、これは絶対と思うんだったら、今度水曜行くことになってるからって言うと、えって言って、いやもううちお父さんと決まってるからって言ったらそっかなみたいなで行ったら行ったら大概楽しいんで、あのやり始めるんですよね。だからそういうの分かった上でえいってこうやるっていう方がいいと思いますけどね。まあ、保育園幼稚園じゃないといけないっていうことは僕ないと思います、おそらく。ただ、まあ、一保育士として言わせてもらえると、やっぱりそのご家庭でやっているいわゆる子育てっていうものと、やっぱり保育とか、まあ、幼稚園で行われているようなカリキュラムとかっていうのはやっぱりもう全くの別物なんで、まあ、言ってしまえば子どものプロがその時間子どもを見てるか、まあ、そうじゃないというかね、その一般のパパママが見てるかのやっぱり違いはね、それは時間ごとにあるわけですから、まあ、そういうのは違いとしてあるかなっていう気はします。なんかことをなした人とか話してみると、割とやっぱ先生との出会いみたいなことでね、あの一言ですごく自信持ってそっちの方面に、僕なんかもみんなが解けないの僕だけ解けたっていうのを言ってもらった時に、なんかもうチューンロケット発射みたいな、本当にガラッと変わったんですよ人格。だからそういう意味で言うと、プロがつくっていうのは、あのいいとこでいい褒め方してくれるっていうのがあると思うんですよね。そうですね、うん、確かにそういう人との、ね、関わるきっかけが増えますもんね、うん、いい先生と当たるってめちゃくちゃでかいですから、うん。